J リーグ入りへの第一関門となる準加盟の審査が行われました。今日の特集アングルは、津江県金沢の取り組みから地方におけるプロスポーツの在り方を探りました。今月2日、 J リーグの関係者が津江県金沢の準加盟を許可するかどうか審査するため石川県を訪れました。しかし、津江県やサポーターにとって J リーグ関係者が語った言葉は重いものでした。準加盟になったからといってすぐに1年でじゃあ J2 に上がれるかって、そうではありません。入り口の今門の前でノックをしている状態ですから、ノックをして開いてくれるかどうか、開いたとしてもすごい階段がありますから。 J リーグへの第一関門は、まず準加盟審査をパスすること。その後 JFL で4位以内の成績、1試合の入場者を平均で3000人以上動員、1万人規模のスタジアムの確保などといったさまざまな条件をクリアしないと J2 昇格は望めないのです。しかし昨シーズン、その条件をほぼ満たし JFL3 位の成績を収めたにもかかわらず昇格できないチームがありました。東京都町田市、人口およそ42万人の都市から J リーグ入りを目指す FC 町田ゼルビア。母体となる大企業はないものの、町ぐるみの応援体制でチームはおととし JFL に準加盟し、昨シーズンは3位、平均観客数も課題だった3000人を突破し、 J リーグ入りはほぼ間違いないと思われていましたが、町田の昇格は認められませんでした。スタジアム基準に満たずということで審査対象にならずということだったんですね。やはりメインスタンドの客数の問題とかですね、そういうところが一番大きな問題として出ていたと思います。ゼルビアの J リーグ入りに合わせて、町田市は市立の陸上競技場をおよそ11億円かけて一部改修しました。さらにメインスタンドの大幅な改修も2013年の国体に合わせて計画していましたが、 J リーグ側は全ての改修を望んだのです。過去の例だけを見ると、上がってから改修をしているとか、そういった例もなくはなかったものですから、J リーグさんもいろんな景気の問題とかそういったこともあって、かなり現実的に厳しくなっているのは確かだと思うんですけども、逆に言うと我々の読みも甘かったのかな。J リーグが公表しているクラブの収支状況によりますと、2009年度で18チームあった J2 クラブのうち10チームが経常赤字になっています。さらには先月、水戸ホーリーホックが債務超過に陥っていることを明らかにし、 J リーグから融資を受けるなど、景気の低迷でプロサッカークラブの経営は楽ではありません。一方、どん底の成績から這い上がり、今では常に優勝争いに加わるチームがあります。川崎フロンターレです。ほんとしてなかったですからね、ガラガラですよ。97年に発足して J1 入りを果たした川崎フロンターレ、しかし J2 に降格した2001年には入場者数が半減し、地域に密着したクラブ運営の必要性を痛感します。川崎はサッカースクールはもちろん、サッカー以外の活動も積極的に行い、徐々に市民の信頼を得ていきます。今では当時の5倍を超える観客が常に応援に駆けつけ、 J リーグの調査でも川崎の試合を見た人の9割が地元に貢献しているチームとして支持しています。地道に信用していただくための活動をトップの武田を先頭にしてみんなでやってきたっていうのが、今こうしてその地元の川崎の人たちに支援をしていただいている理由だと思います。川崎にこだわって川崎のことをもっとこう知ってもらって、やっぱりいいところをすごく知れば川崎を誇りにこうもっと持ってもらえるじゃないですか。川崎を元気にするために僕たちがいるので。スポーツビジネスの専門家で和光大学の原田准教授は、川崎の取り組みを地方のプロスポーツが目指すべき姿だと高く評価しています。全てが地域つながりなんです。つまり川崎つながり、ただ見に行くだけじゃなくって、そこに地元の文化の掘り起こしがのというストーリーが乗っかり、
でみんながそれを楽しみながら応援に行くっていう、だその一日の休日の過ごし方の新しいこう観戦スタイルの提案っていうのが一つのポイントだと思います。今シーズン去年より早くキャンプインしたツエーゲン金沢、創立から6年目となる今年は中盤の選手層を厚くし、目標の JFL4 位以内を目指します。観客数は徐々に増えています。サッカー教室など地域活動も増やし、昨シーズンは76回も行いました。選手の意識も変わりつつあり、ゴールキーパーの田中選手らが更新しているブログにそれが現れています。はい、チーズ。ファンに少しでもツエーゲンを知ってもらおうとキャンプ中も毎日のように更新していた田中選手、今では1日平均8000ほどのアクセスがあります。あ、僕もそうですけど、ツエーゲンも名前が広がってくれればいいなと思ってます。とりあえずホームゲーム時はなるべくっていうか、回しは運んでくださいっていうことを書いて、一人でも集客につながれば自分の役にも立てるかなと思ってます。石川から J リーグへ、石川から世界へというようなことをですね、キャッチフレーズにやっていますので、そういった中で津営源から石川へという、逆に津営源から石川に根ざすというようなこともですね、この6年目でございますので、一つのテーマになっていくというふうには思います。悲劇のチームとも言われた町田ゼルビア、地域に愛されるチームになることが J リーグへの近道だと改めて認識し、そのための活動を始めています。50年後100年後、このクラブがこの町の中に当たり前の景色としてあることは、地域にとっての公共財としてのサッカークラブとしてあるわけですから、ただ J リーグという以前にやっぱり足元もしっかり見ていきたいなと思っています。地元の皆さんと一緒に頑張り育っていきましょうっていう、そういうところがやっぱり表に見えてこないと、なかなかオラが町のチームとしては認識してもらえないかなと思います。非常に地道なんですけども、時間もかかりますけども、でも絶対外しちゃいけないポイントだと思います、ね、日本人が日本代表を応援するように、市民が熱い思いでツエーゲンを支える、そんなクラブチームを目指してツエーゲン金沢の挑戦は続きます。今は川崎の成功例、はい、ご覧いただいたんですが、地域に果たす役割が大きいチームとしては山形、それから新潟もね、はい、いい結果を出していると言われてます。ですからチームが、勝てばいいんだと、いうことではなくて、チームと地域がいかに一体になっていけるか、ここなんですよね、ポイントはね。準加盟の審査結果が出るのが今月の15日です。